どうも、こんにちは、弁当です。今回は、高校物理、ローレンツ力について解説をしていきます。じゃあ、そもそもローレンツ力ってうのは何か。動いている電荷が、磁場から受ける力になります。 まあ、例えばこの日本語難しいので、磁場からって取りましょうか。動いている電荷が受ける力と。だからなんかね、電荷が、まあ、動いてるとしてください。なんか動いてるように見えんけど、動いているとして、この動いてる電荷が力を受けてる状態。これを、えー、イメージしてください。これがローレンツ力です。この F がね、F がローレンツ力です。動いている電荷の特徴です。磁場があると力を受けるんですね、これ。で、磁場が原因となって力を受けるのが結果ですので。 じゃあ、こういうシチュエーションを考えます。青い線で磁場を書きました。磁場があって動いてる。まあだから言ってしまえばこの2つが条件ですね。力を受ける。力を受ける条件はこの2つで、えー、動いていることと磁場があることですね。なんで、動いていることと、えー、磁場を受けること。この2つが原因となって、はい、力を受けると。これが結果ですね。じゃあ、 <coughs> こういうのね、F、F とか力とか地場とか、この動いてる向きですね。こういうふうな向きを決めるのはフレミング左手の法則なんですえ。中学校でやりました。ただまあ、フレミング左手の法則って肩が凝るし説明もしにくいんですね。なんで、えっ、ー、と、弁当流のやり方をお教えします。えっ、ー、と、なんて言うんですかね、FBI、フレミング左手を使わずともできるやり方です。まあ、ただやってることはフレミング左手と全く同じです。FBI、FBI、L から出てくるの法則。 なんですが、えー、こういう風うに、電荷 Q が右に動いているとしてください。そうすると、ちょっとだけ電流が右に流れていると解釈ができますね。なんで電流で考えます。じゃあ、えー、大文字の L を書きました。FBI ってね、唱えていきますよ。連呼していきます。FBI、FBI、FBI, FBI、FBI と。はい。 FBI, 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 FBI って感じで、FBI って出てきた順番に上下、上下、上下って埋めていくんですよ。で、L から出てくる。I が出てくる。F が出てくる。B が出てくる。言い換えると、電流がこっちに流れる。力をこっちに受ける。地話がこっちに作用している。こう考えますね。 で、fbi, fbi, 手から出ていくとしてください。あの、向こうに行ってますね、これ。fbi, fbi, fbi, fbi って感じね。で、上下、上下、上下ってえ埋めていくんだけど、ひらがなの手に見えますね、これが。ひらがなの手で fbi があっちに行きます。i が、あっちね、あっちに行きます。bi で、B、I で f はあっちに受けてます。力をあっちに受けてます。で、i, f で、磁場があっちに作用してます。あっちに作用してます。こんな感じですね。 だから出出ててていいいくくく L から出てくるこれを覚えておいてくださいそうすると、まあ、結局言ってること,と一緒なんだけどね、あのー、結局 L を180度回転すると K になるんで、あのー、結局言ってること,と一緒なんだけど180度回転とかしてるとまたなんか首をこう傾けたりこうあの問題用紙をくるっとかって、ね、やらないといけないんでそれはもうフレミング左手で使った方がマシなんでこっちを覚えとかないとさっきのも使えませんよということですね。 じゃあ、えー、練習問題行きましょう。はい、練習問題です。えっ、ー、と、電化球にしましょうかね。電化球が右に動いてますよと。で、磁場が B ですよと。で、端末の裏から表なんでこうですね。あなたの方に向かって磁場が流れてます。そうすると、電流ってちょっとだけこっちに流れてますね。なので、電流で考えます。で、B が、えー、こっちですね。 こっちに向かってるわけなんで、え f, b, i, f, b, i といきます。そうすると、f, b, i, f, b, i なんで、平仮名の定が立体的にこう見えますね。で、手から出ていくなんで、こうなります。f は、下かね。で、わかりやすく言うと、今からね、難しい話をしますけど、わかりやすくと難しくて、矛盾してますけど、こう平面があるとしてください。で、f と i は平面上にあるとして、えー、しましょう。 で、B は突き刺さってるのね。この平面に。だから飛び出てるわけ。B だけ。この、電荷 Q と、電流 I と、力 F は全部平面上にあります。なんで、平面で、ね。だから、F と I ってこうなってるわけ。だから、F、B、I で、F じゃないですか。ちょっとわかりにくいけどね。まあ、平面があるとしてください。まあ、後でね、また同じような説明もします。ローレンツ力の大きさ。 Q イコール、ごめんなさい。F イコール QVB と。Q×V×B。だから、Q っていう,ふうな値が分かってます。速さが分かってます。磁場が分かってますってなった時に、全部値を代入して掛け算をすれば、ローレンツ力の大きさが出ますよと。語呂合わせは、ローレンツさんはキュートなババアなんか、バチが当たりそうなやつですけど、キュートなババア、ババですね。えー、こう覚えてください。 はい、そうすると、じゃあ、最後にね、例題をもう一つ解いてみましょう。こんなシチュエーションを考えます。えー、電荷マイナス E、つまり電子ですね。電子があって、電子が右に赤い矢印です。V で動いてます。で、緑の矢印で F に F っていうような力がこっちにね、向かってるわけ。で、そうすると電流はどっちに流れてるでしょうはい。引っかかっちゃダメですよ。電流はね、左に流れてます。えー、さっきは、 プラス9のでん、正電化がこう動いてたときは、こう捉えていいですよ、ということでした。でも、例えばマイナス9という風に、不電化がこっちに動いているときは、電流はこっちに流れていると考えてください。そうすると、FBI,FBI,FBI なんで、ひらがなの手がこういう風に見えます。そうすると、手から出ていくなので、もう一回平面書きましょうか。平面が、ごめんなさい。 平面があったとして、i は平面上です。この電荷も平面上です。この緑の、緑色の f は突き刺さってます。こういう風に。飛び出てます。そうすると、f は平面上にこう、真下ですね。f じゃない、b は平面上に真下です。b の向きは平面上に下っかこんな感じですね。わかりますかね。f, b, i, f で、こう、 立体、だから、要は、こっちにも平面があるんですね。こっちにも平面があって、i と f がこっちの平面で重なってるんだけど、こっちの、えぇ、ー、こう、垂直角に、えー、交わってるような、<laughs> 垂直に交わってるような平面では、こうなりますよと。じゃイメージわかりにくいですけどね。はい。で、えー、っと、f イコール evb ですよと。これ大きさなんで、もう絶対値で取ってください。はい。ということで、えー、ここまでがローレンツ力の大きさでした。ということで、ご視聴ありがとうございました。